ハンヨロジック IC とは、様々な論理回路に共通して、必要とされるここの機能を一つの小型パッケージに、まとめた、小規模な集積回路である。アンドゲート、OR ゲート、NOT ゲート、NAND ゲート、NOA ゲート、XA ゲートといったゲート回路や、フリップフロップ、カウンタレジスタ、シフトレジスタ、ラッチ、エンコーダ、デコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、加算器。 コンパレータといった簡単な論理機能ブロックなどのデジタル回路が主体であるが、そういった論理回路だけでなく、バッファやインバータといった論理というよりは、駆動電流を増強するアンプの役割をする回路も含まれている。また、場合によっては、電気的なスイッチであるアナログスイッチやアナログマルチプレクサ、発信機あるいは位相同期回路など、ほとんど、 ロジックと呼べないアナログ回路に属するものも含める場合もある。74シリーズの TTLIC 及び互換 CMOSIC の例。手前より、テキサスインストゥルメンツ製7 4四 l s 0 0日立製7 4四 s 1 3 8東芝製 74HC163。汎用ロジック IC は、電源電圧や入出力インターフェースを統一した。 製品群として開発されている。この製品群はシリーズもしくはファミリーと呼ばれることが多い。汎用ロジック IC のシリーズは、米テキサスインスツルメンツ社が開発した TTL の7400シリーズと、米 RCA 社が開発した CMOS の4000シリーズ、および米モトローラ社が4000シリーズを独自に拡張した14500シリーズが有名である。 これらは事実上の業界標準であることから標準ロジック IC と呼ばれることが多い。こういった各製品シリーズは機能ごとに部品番号が付けられており動作条件の際は数字に付加する記号で表している。すなわち番号を特定すれば論理的な仕様が特定されて各端子に対する機能割り当てであるピン配置も定まる。ただし基本的に番号に 規則性はなく、例外的なピン配置の IC も多数あるため、機能を参照したい場合は、企画表やメーカーが提供するデータシートを見る必要がある。企画表は C 級出版社より汎用ロジックデバイス企画表として出版されているものが広く用いられている。1990年代以降は汎用ロジック IC が使われる場面は少なくなっている。これは、 安価なワンチップマイコン、ASIC やユーザーが自由に書き換え可能なプログラマブルロジックデバイスの普及、基盤実装の高密度化、信号の高速化などによる。その一方で、近年は一つまたは二つなどの少数の論理回路をパッケージングしたシリーズや、小型化、高速化、低電圧駆動、低消費電力などの機能強化を進めた。 メーカー独自の汎用ロジック IC のシリーズの開発が進んでいる。また、パッケージも従来のディップからソップ、あるいはさらに小型の表面実装が大と主流が移り変わっている。ON 状態の時トランジスタを飽和領域で使用するものである。それぞれ抵抗、ダイオードとトランジスタで構成された論理回路でデジタル IC 開発初期に作られたがノイズに弱く、 消費電力が多い、高速化が難しいなどの理由から1980年代以降は、ほとんど使用されない。簡単な回路では、RTL や DTL の考え方に基づいて、個別部品を使って、論理回路を組むことで、部品数が削減できることがある。この他にも、L や HTL も存在した。L は DCTL とほぼ同等の考え方のもので、集積回路としては、 容易に集積度を上げることができるため、LSI の内部回路として使用されることがある。HTL は TTL のダイオードの部分にセナーダイオードを用いたもので、ノイズマージンが非常に広いため一部系統用に用いられた。TTL 汎用ロジック IC シリーズは単電源で TTL レベルの入出力インターフェースに統一されたものである。 1962年にテキサスインスツルメンツ社が製造を始めた。74で始まる4桁または5桁の型番が付いているため74シリーズと呼ばれる。番号別に機能とピン配置が統一され、セカンドソースも豊富にあったため広く使われた。通常、単一電源でありモノリシック集積回路として作られている。 サンステートバスなどの標準入出力インターフェースを持つ。軍用規格で規定された使用可能温度範囲の広い IC は、主に米軍での使用を想定して、民生用の74シリーズに対して54シリーズが作られた。54シリーズは74シリーズと回の番号に互換性があり、十四 x x の軍用規格が十四 x x とされ、 ピン配置も一部を除き同一である。軍用 IC という名称であっても、軍事使用だけに限定されず、自動車伝送用部品など高温、多湿の環境下での民生用途にも使用されており、汎用品より高価格となるが民間でも購入、使用されている。TTL 標準シリーズから、高速版、低消費電力版、高速、低消費電力版などのバリエーションを広げ、 初期のマイクロプロセッサの応用の広がりとともに、さらに普及した。LTTL と HTTL は、それほど普及しないまま、後に登場した STTL や LSTTL にとって変わられた。これらの規格は、74とそれに続く番号の間に、1から3文字のアルファベットを含めることにより示される。 例えば、ローパワーシャッケの6回路インバータ回路であれば、74LS04 となる。後述の CMOS タイプの 74HC シリーズ、等も同様である。稀に蒸気のタイプによっては、高速化のために、独自のピン配置としているものもあるが、一般的に入手可能な LS タイプや、HC タイプでは、このような例外はない。CMOS 汎用ロジック IC シリーズは、 単電源で CMOS レベルの入出力インターフェースに統一されたものである。CMOS 汎用ロジック IC は1968年に VERCA 社が開発した4000シリーズが当初標準であったが先に普及した TTL とは互換性がなかった。後に TTL の74シリーズと機能ピン配置互換で動作速度も同等でありながら 消費電力の少ないシリーズが登場したため TTL を置き換え普及した。4000シリーズは電源電圧範囲が3から 18V、米モトローラ社が開発した4500シリーズは3から 15V と広く、それぞれ出力部にバッファ回路を設けデジタル回路としての動作を確実にした B シリーズとバッファ回路を省略して高速動作を可能にした UB シリーズに分かれる。 本来の使用法ではないが、UB シリーズは入力と出力を抵抗器で接続することで、増幅動作をするなど、アナログ回路のような動作も可能である。電源電圧範囲が3から 15V の 74C シリーズをもとに 74HC シリーズが登場した。電源電圧範囲が2から 8V の 40H シリーズは、名称こそ4000シリーズと似ているが、 実際には 74K のロジックである。74HC、74AC シリーズは、電源電圧範囲が2から 6V で、TTL の74シリーズと、機能、ピン配置互換にしたもの。74HCT や 74AC と、74DAR ソクトなど型番に T が入ったシリーズは、出力レベルは CMOS だが入力レベルを TTL と、同一にしたものである。 電源電圧範囲が4.5から 5.5V で、この範囲を外れると TTL レベル入力が保証されなくなる。74HC、AH、ダーソクト、VHC、VHCT シリーズは 74HC、AC を高速、低消費にして、さらに入力を 5V トレラントにしたものである。HC、AH、ダーソクトと VHC、VHCT はほぼ同種であり、基本的に、 メーカーの呼び方の違いである。1990年代中頃登場した74回 CTE までは 5V 動作を主体としてきたが、その後、1990年代中頃から2000年代初頭にかけて現れた 74LV、LVX、LVQ シリーズは 3.3V や 2.5V 程度の電源動作を主体としている。74LV、LVX、 LVQ シリーズは中低速の CMOS による汎用ロジック IC として入手しやすい代表的なものである。電源は 3.3V 系であるが 5V トレラントである。LV、LVX、LVQ の3つのシリーズはそれぞれメーカーによって特性が少しずつ異なる。74LCX、LVC シリーズは 3.3V 高速 CMOS で、 あ七 74VCX シリーズは 2.5V 高速 CMOS である。74KCMOS ロジックのうちバスバッファロジックの中には TTL と異なりシュミット取りが入力でないものもあるので TTL からの置き換えの際には注意が必要。バイク MOS は内部が CMOS 回路で電力消費を抑えながら出力弾は大電流ドライブが可能な TTL 回路になっている。 単一電源のものである。MOS とバイポーラ双方のプロセスが必要なため、コスト高となる。74BC、BCT シリーズは、バスインターフェース用の品種のみ製造されている。電源は 5VK である。74ABT シリーズは、BCT シリーズを高速、高ドライブ、低消費電力に改良したものである。バスインターフェース用の品種のみ製造されている。 電源は 5VK である。トランジスタを非飽和領域で使用するものである。消費電力は多くなるが、高速動作が可能である。1980年代まで大型コンピュータなどに使用されていたが、CMOS の高速化、大規模集積化により使用されなくなった。基本的なゲート回路のラインナップは7400シリーズ、4000シリーズの間で大きな差はないが、 機能ブロックについてはかなり違いがある。機能ブロックのラインナップとしては CMOS の方が低消費電力であるという特徴を活かし、比較的回路規模が大きく特殊なものが多い傾向にある。t t l 互換 CMOS である 74HC シリーズにおいても4000シリーズにしか存在しない有用な機能ブロックについては 74HC。 HCT4000 番台として組み入れられているものもある。標準ロジック IC の同一ファミリー同士では出力側につながる他の入力回路を最大いくつまで駆動できるかそれぞれの IC ごとにファンアウト数として示すことで回路設計の簡略化を図っていた。厳密には接続されたすべての入力回路の最大吐き出し電流をカタログから拾って合計し 出力回路の能力と比べないと正確な設計とは言えないが一つの目安としては機能している。バッファ、インバータバッファとインバータは本来干渉器と反転回路のことを指す。バッファは出力側の信号線に多数の入力回路をつなげても十分な駆動電流を吸い込めるだけの強力な出力段トランジスタを備えたアンプのような役割を担い一部のインバータも 同様の機能を備えたものがある。これらの IC の多くがバスの駆動に使用されるため、4ビットや8ビットといった複数の同一回路を備えているものが多い。論理回路の設計ではすべてを正論理で扱えれば混乱が起きずに良いはずであるが、わざわざインバータという正論理、不論理を反転する回路が多いのは内部トランジスタの回路構成がインバータという、 ノット回路の方が単純で、済み、電装遅延や、消費電力が少なくて済むためである。7 4 0四6回路インバータランド、アンドゲート7404回路に、入力ナンドゲートノア、OR ゲート7 4 0 2四回路に、入力ノアゲート X アゲート7486、4回路に入力 X アゲートフリップフロップ、ラッチラッチは、クロック信号の制御によって、 入力信号の状態を保持し続けるものである。クロックがハイの間は入力がそのまま出力へ伝わるが、クロックがロになると入力の変化は遮断され、クロックの立ち上がりまでは、クロックの率下がった時点での入力の論理値が出力に保持される。エンコーダ、レコーダエンコーダデコーダセブンセグメント、デコーダデータセレクタカウンタカウンタで重要なのは同期式化。 非同期式化である。同期式では直列に接続されたフリップフロップの各段すべての入力にクロック信号のゲートが備えられているためにフリップフロップの各段の出力信号は渡たつかずに安定している。非同期式はクロック信号による入力の制御がないために高段になるほど前段で変化した論理出力の影響を受けて、 この出力から合成された信号がばたつくことがある。また、クリアの内部動作に差があると正しくリセットされない段が生じる。こういった意図しない出力が動作を不安定にすることがある。非同期式は内部回路が簡単なので伝送遅延が少なく低消費で何よりクロック信号の設計が不要となる。回路規模が大きくなると、 クロック信号線を駆動するには大電流を要し、動作速度低下の原因ともなる。瞬間的にすべてが動作する同期式では、電源ラインと設置ラインも、より強力なものが求められ、ノイズへの対応も難しくなる。レジスタ演算機その他1970年代から1980年代は、LSI の登場によって、ロジック IC は、汎用ロジック IC となって、 大規模な LSI 回路の周辺で細かな信号の変換や分配、切り替えを行うグルーとしての役割を担いデジタル電子機器には欠かせないものとなっていた。20世紀末からは PLD のように雑多なデジタル回路を複数まとめて一つのパッケージ内に取り込める新たな IC の広がりによってパッケージあたりのトランジスタ数やゲート数の少ないハム用ロジック IC は 相対的にプリント基板上で場所を占めるようになり、小型軽量低消費で低コストという時代の流れから取り残されていった。21世紀初頭現在では、汎用ロジック IC は産業用や軍事用で従来の設計を変更したくない用途では、使用が継続されているがそれらの絶対需要用は小さく年々縮小している。小型化が進み量産される。 民生用電子機器で採用されることは少なくなり、量産前の開発段階で使用される場合や、専用設計された LSI やその周辺のグルー専用ロジック IC で構成された回路上の小さな修正などで使用される程度になっている。民生品での修正でも基板上の実装面積は最小であることが望ましく、そういった要求に対応して、 従来4ゲートや6ゲートといった数の基本ゲートを1ゲートだけ含んで極小の表面実装パッケージのユス部形状にした入る MOS という汎用の CMOS Logic IC も登場している。ありがとうございます。